もちろんいいわよ良質なお茶を入れ、それをいただきながら話をし、静かなひとときを楽しむとてもいい憩いの仕方ねそうだ、君と仲のいい商工製油シ君もお茶が好きなのよね彼女の秘蔵のお茶を私にご馳走するというのはどうかしら <laughs> 冗談よ、もうすでに飲ませてもらったわ 彼女とは結構話も合うのよ会話をうまく進めるコツは話題選びが重要なの君とだったら標的を追跡する技術待ち伏せする時のポイント情報提供者の開拓張り込み時の配置の原則こういった話題かしらもちろん関係のない話でも付き合ってあげられるわよ知ってるでしょ 役を演じ分けるのは私の特技だってけど私が思うに本当に君と共有する価値のあるものはやはり先ほど言った話題かしら何せ私には洗顔軍浙江の秘宝哨戒光線の実例そして数々の外国組織の知識を組み合わせた心得があるからね君にとってこれらの知識は遅かれ早かれ いずれも役に立つはずよこれらを学べばその道の者に出し抜かれることはなくなるわとにかくこういうことを磨きたいのであれば私のところに来てちょうだいしっかりと教えてあげるわよ